はい、どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。エボルブオープンベータですね。実、今日が ラストですね。20日の午後1時までですね、日本時間ではオープンベータの期間がですね。で、実質この時間がラストかな。せっかくなんでですね、モンスター側で行きたいところなんですけど、どうかな、モンスター側かな、これ。ちょっと途中参加で、モンスター側でやれそうだったので、ちょっとだけ最後にですね、モンスターがどんな感じなのかっていうのをお見せして、おきたいなと思います。ゴライアスは結構あるんで、ちょっと他のキャラクターを見せておきたいな。クラーケンですね。めちゃくちゃ強いと言われるクラーケン。何しようかな。受けるダメージを軽減、攻撃力、よし。クラーケンはですね、まあめちゃくちゃ強いって言われてますね。かなり強いんじゃないかな、このモンスターは。実際使うのは初めてなんですけど、相手にしててですね、めちゃくちゃ強いなっていう印象を受けたんで、ちょっと使ってみたいと思います。Death from above. Use the smell ability to highlight nearby hunters and wildlife. Melee attacks are effective at close range and while in the air. Eat to gain armor and evolve. Kraken can climb almost any surface. Use airburst to travel faster. This ability recharges over time. Kraken will fly towards the direction you're moving.Lightning Strike unleashes a powerful electrical blast. Banshee mines are great for ambushes and home in on nearby targets. Aftershock deals heavy damage to any nearby targets. Vortex pushes hunters away while dealing damage.といった感じですね。さあ早速行くぞ。
ちょっと操作だ。卵はどうすればいいのかな。あ、よしよし。まずいってしたからな。なるほど。ダメだね。よし。よし、いいぞいいぞ。よし、全滅させたぞ。これ確かに強いな。
さあ2日目はこちらが勝利しましたね。救出になった。さあ3日目救出。さて今度は3体目のモンスターレイズを使っていきたいと思います。これも使ったことないな。何が強いのかな。神隠し、おお、あ、空間、おとり、とりあえずいろいろと使ってみましょうかね。Is a deadly assassin that excels at trickery. Use the smell ability to highlight nearby hunters and wildlife. Melee attacks are very effective at close range. Eat to gain armor and evolve. Wraith can climb almost any surface. Warp to travel faster. The warp ability recharges over time.Wraith will warp towards the direction you're moving. Use warp blast to warp to a target and create an explosive blast. Abduction can be used to steal targets away from their pack. Spawn a decoy to fight for you while you go invisible. Supernova creates a powerful arena to fight in.Melee speed and damage are increased. と、かなりトリッキーなキャラクターですね。
まずい。このミッションにレースひょっとしてあんま向いてないんじゃないか。これ初動失敗しちゃったな。
圧倒的じゃないか。ちょっと序盤グだったけど、レベル3まで上がるとすごく強いな。レイス火力が圧倒的すぎる。さあ4日目、おじさん巣窟がいいんだけどな。ですよね。さて、モンスター側は3体目はゴライアスでいきたいと思います。よし、行くぞ。出してゴライアスで勝てるのか。
っかけてきてんな。そうですね、川を使うと水辺ってのは足跡が残らないんですね。なんでこれをうまく使って閉まった。うまく巻きたいところだけど、できてるかな。進化の条件を満たしたぞ。しかし今やっちまったな。鳥を起こしちまった。よし、あ、いた。ケーブル、こんなところに。なかなかうまくいかないな。
追い詰めたぞ。よし、進化の条件を満たした。ここにいるよう必要はない。ダン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 、レベル3。さあ最終形態になったぞ。装備施設を叩く前に、ちょいと腹ごしらえと行こうか。おお、燃えろ燃えろ。そい、燃えろ。メディックを倒したぞ。燃えろ。えいせい。そい、そこにいるのは分かっているぞ。そい、燃えろ。ちょっとグダっちゃったけど、もっとなスマートに行きたいな。
さあ、最終決戦。さあ、最終決戦だ。イカちゃん頼むよ。正直嫌い使う必要ねえや。アタックガンフリー頼むぜ、イカちゃん。あそこを落とすぞ。よし、の前に腹ごしらえで行こうか。Thank you.
手下がリスポーンしたら一緒に行くぞ。手下がリスポーンした。
どーん。調子に乗りすぎた。やられた。まさかの敗北という。クラーケン使って負けたね。まあ負けてはしまいましたが、モンスターの紹介をするっていう点では非常に良かったんじゃないでしょうか。もっとね、モンスターうまく使いたいんですけどね。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。